はい、このルックスにね、思わずのけぞったという人、まあ、ついに来たかと、思った人多いんじゃないかと思います。はい、ついに来ましたよ。新型 BMW M4 クーペ、今ね、乗っています。実はね、これ BMW、ジャパンにもう上陸してすぐの車、まだ慣らし運転も終わってない車なんで、ハードなドライブはしちゃダメだよと言われてるんですけども、まあそれでもね、こう、まあファーストインプレッションをお届けできるということで、今回ね、まあお借りして、乗っています。今乗ってるのはね、新型 M4 クーペのコンペティションというモデルです。この G82 という形式で呼ばれる新しい M4、ラインナップ結構ね、豊富というか、興味深いものがあります。まあ、M3 と比べて、並べて言うとね、M3 はセダンのコンペティションとその上のトラックパッケージというのが、まあ、サーキット走りに特化したね、モデルが用意されます。で、対する M4 はベースの M4、そしてコンペティション、さらにトラックパッケージと用意されるんですよね。で、なかなかこれがね、マニア心ついてるなと思うんですけど、まずベースの M4 はなんと、この他のモデルと同じ8速、まあ、AT の他に6速マニュアルが用意されています。素晴らしい。しかも、右左の両方のハンドルが用意されています。またまた素晴らしい。今まではね、この右ハンドルでしか、まあ、2ペダルは右ハンドルしか用意されてないという感じだったんですが、それもね、左が用意されるようになりました。僕は左崇拝論者ではないし、まあ、この車正直ドライビングポジションすごくいいんで右でいいかなと思ってますけど、でもね、まあ、マニュアルだったら左がいいかなとも思うし、まあ、とにかくそうやってね、選べることがこのプレミアムカーには大事だと思うんで、この戦略は非常に、まあ、正しいというか素晴らしいなと。まあ、ご存知の通りね、ポルシェ911がもはや右の2ペダルしかほとんど選べない、まあ一応左もオーダーはできるんですけどというぐらいの、形になっちゃった中でね、マニアな運転大好きな人、ね、車大好きな人はね、それじゃちょっと物足りないよなと思ってる場合多いと思うんですが、はい、BMW はちゃんとそういうところ見てるんでしょうね。世の中ね、こういうプレミアムスポーツカーマーケットをしっかりと見てんなという感じがして、おお、やるねと思いましたね。はい。で、ベースモデルは、この直列6気筒3リッターツインターボエンジンは、480馬力550ニュートンメーターというスペックなんですが、コンペティションになるとね、510馬力650ニュートンまで一気に、ね、高まりますね。はい。で、トラックパッケージというのは快適装備というか、例えば、まあ、この車も実はなんとハンズオフが可能な運転支援装備とかついてるんですけど、この辺が、まあ、省かれて、まあ、あとは、まあ、カーボンの、バケットシートがついたり、カーボンブレーキがついたりという仕様になっていますね。まあ、サーキット行くならばという、仕様でしょうかね。はい。で、今乗っているのはコンペティションなんですけど、なのでね、まあ、そのカーボンバケットシートじゃなくて、まあ、いわゆるスポーツシートになってます。で、だけど、まあ、オプションで、まあ、カーボンブレーキとかがついた仕様ですね。まあ、ラインナップもそうなんですが、やはりこの車ね、見た目、デザインの話をね、触れないわけにいかないですよね。この、キドニーグリル、縦型の大型のグリルは本当にインパクト超大ですよね。まあ、このね、大きい縦型グリル自体は、まあ、M440X ドライブで出てきてみんなおわっとなったわけですけども、今回ね、まあ、M ということで、そのグリルの中はね、スリット状になってます。あとは横のバンパーの部分とかの開口部もかなり大きいですよね。まあ、BMW 曰くこれはね、たくさんの空気を取り込んだり、冷却したりするための必然のデザインなんだと言うんですが、まあ、それはともかくとして、インパクトめちゃめちゃあるのはやっぱ間違いないですよね。しかも、これ車、意外だなと思ったんですけど、もうね、M4 クーペというよりも全長 4805mm もあるんですよ。参考までに M8 クーペが 4885mm かなだったと思うんで、もうね、なんか大きさに大した差がないんですよね。まあそこがね、面白いなと思ってて、まあちょっとね、この、まあ大柄な分ね、すごい、居住性なんかもしっかりしてるのは、まあその4シリーズクーペでもね、まあ確認済みですけども、はい。そんな中で、じゃあどうやってこう4シリーズらしさというかね、まあ、8とは違う M8 とは違う M4 の、まあ、らしさというのをどう出してきてるのかなっていうのが、まあ、見た目だけじゃなくね、見た目は、まあM8 のね、まあ、どっちかというとちょっとエレガンスを、重視したもの
どちらかといえばってことですけどね、はい、に対して M4 はね、もうこのグリル顔がもう明らかにしてるようにもうインパクト大ですから、まあキャラがね違うことはおのずと想像できるんですけど、まあそれがね一体どんなキャラ設定でねやってきたのかなというのはすごい楽しみなところだったんですけど、まあ、個人的に思ったのはこれはね M4、まあ、M3 も含めたモデルの価値をもう一回ねこうなんだろうな再セッティングするっていうんですかね、まあ、大きくなってターボになってとかっていうところでのいろいろみんながうにゃうにゃと思ってたところをもう一回ねこうビシッと決めるというか、はい、そういう位置づけかなと。でさらに言えば M ってこうだぞというのをこの M の基幹モデルである、まあ、M3、M4 でもう一回明らかにするぞと、ね、まあそういうことがこの気合のデザインには表れているのかなというふうに勝手に想像しています。それにしても派手なんですけど、このボディから実はサンパウロイエローというそうです。で内装これがね安マリーナブルーにイエローの、まあ、アクセントということで、なんか、ボディカラー室内色世界旅行みたいになってますけども、かなりインパクトありますよね。で、まあ、インパクトもそうなんですけど走りですよ。正直ね、感激というか感動に近い印象を持っています。こんな良くなったんだというふうに思ってるんですが、まず乗り始めて思ったのはボディがめちゃめちゃしっかりしてるっていうことですね。何が変わったのかなと思ってたら、透視図みたいなやつがねあったのを見たら、もう本当に下側のエンジンルームの下側のこうアルミの板の分厚い板のブレースとか、逆にこうリアのアクセルからね前に向かったあのあたりのこうプレートですよね、ほとんどねとか、本当にねここまでつけるのっていうぐらいやってる。この車ね、まあ、M じゃないそれこそ M440X ドライブでもかなりいい車だなと思ってたのに、もう1段2段上のね剛性感感じます。だから足は相当硬いんですけど、乗り心地はね非常にいいというか、あの硬さをこう気にさせないっていうんですかね、そういう感じがありますね。でステアリングフィールもビシッとしてるし、こうイメージとしては四輪がどこにあるのかがねはっきりとしっかりと伝わってくる、そんなイメージですね。で、まずやっぱハンドリングかな。本当にねこれがびっくりしました。もう本当ステアリング操作に対して超絶リニアにね反応する。なんだろうな、切っていくとこうフロントがもう本当に間髪入れずに入ってくるんですけど、その瞬間からねこうフロントだけじゃなくて車全体がねスーッとこう旋回モードに入ってくるんですよね。これはね、まあ、ボディしっかりしてる、足がいい、あとはまあ個人的には多分ね、まあ、いつもの M アクティブディファレンシャルでしたっけ、まあ、いわゆる電制御 LSD がついてますよね。これの機器というかセッティング、これ一連のセッティングがねめちゃめちゃうまくいってるっていう感じがしますね。切り込んでいくとノーズが入って一呼吸置いてリアがじゃなくて、本当にね一瞬で自分が旋回軸の中心にいるような曲がり方をし始める。これはね、ちょっとこう FR の楽しさというか後輪駆動の楽しさというかね、そういうものを、こういう例えばそれこそ今日はねサーキットでもないんですけど、普段乗るような道でも感じられる、おお気持ちいいっていう瞬間がめちゃめちゃいっぱいあるんですよね。まあ、モード設定でこう今ちょっとスポーツにしてみました。普段乗りはちなみにロードという、モードになってます。でこれスポーツと、あとはこう長押ししてトラックというのが変えられるんですけど、今トラックにしてみました。乗り心地は硬いけど悪くないっていう感じですかね。でこうなるとね、さらにこうそのなんだろうな、スポーティー感高まるんですけど、別にねビビッとにこう急にシャープになるわけじゃなくて、よりリニアになるっていうんですかね、そういう感じ。本当にね今このぐらい、このぐらいしかね、このぐらい曲がってるだけでも、気持ちいいって感じる。これはねなんかこう自分の語彙の少なさをこうちょっと実感させられちゃうんですけど、こんなコーナリングあるんだなみたいな、そんなイメージですね。ですから多分もちろんねサーキットとか行ってもいいんだろうけど、こう普段乗りもめちゃめちゃ気持ちいい、スポーツ GT になってるなと思いますね。
ちなみに今走行距離850キロを超えたところなんですけど、やっぱりお借りした時よりか、まあそれでも200キロぐらいしか走ってないんですけど、300キロぐらいかな、だいぶちょっとこなれた感じがするんで、これは乗り心地もまあ硬いなりに落ち着くのかなと思います。ただなんかね、ノーマルっていうかこのロードモードだとちょっとバネに対して減衰がちょっと物足りない感じだから、もうねこのぐらいの高速レベルでもスポーツに入れちゃおうかなみたいな、そうすると減衰とバネが一致して、むしろねなんかすごいピシッとするなという感じです。とにかくちょっとまずはねこのフットワークに感心感動したんですが、エンジンもいいですね。正直言うと仙台で初めてターボになった時にはなんかね、まあ、ちょっといわゆるこう下級かけすぎてて、直録の美味しさがなんか失われちゃったなと、繊細なフィーリングがちょっと薄くないかいと思ったんですよね。だからその意味では M2 の方がそこまでパワー欲張ってない分、初期のね M2 なんかはなんかスポーツするにはいいなというふうに思ったのが正直なところなんですが、今回のエンジンはねなんか非常にレスポンスがまさにその繊細な感じ、回転上昇何百回転かごとにこう、表情が移ろっていくような、そういう繊細な BMW のストレート6らしい味わいがなんか戻ってきたかなみたいな感じがします。それはね単純にこの吹き上がりのルルルっていうこう気持ちの美感だけじゃなくて、トルクの出方ですね、もう本当 NA かというぐらい、完全に NA っぽいんじゃなくてちゃんとググッとくる力感とかあるんですけど、でもその反応レスポンス自体は本当にリニアで、微妙な速度調整とかすごく楽ですし、ちょっと速度上げたいって言って右足に力を入れた瞬間のグーッと前に押し出されてくる感じとかもうわっていうぐらい意のままになりますね。なのでエンジンもうめちゃめちゃこう気持ちいい。トランスミッションこの車ね8速 AT、まあ、M ドライブロジックでしたっけね、はい、なんですけど、普段こうやって走ってる限りはね、そのトルコン AT の、まあ、言ってみれば嫌な感じというか、ちょっと快適に振りすぎてスポイルされちゃう感じっていうのはほとんど感じなくて、とてもねいい感じですね。こうパドルを使ったシフトダウンとかもなんかスピード悪くないです。特にまあきっとこうスポーツとかにするともっと入るのかな、はい。なのでまあ普段はこれまあ AT でも十分気持ちよさ、スポーツカーらしい走りを味わえるかなという気はしています。はい、渋滞してきましたね。はい、ステアリング左側のボタンで、はい、今いわゆる ACC を入れました。ステアリングアシストも入っています。これだけの圧倒的な高性能スポーツモデルでありながら、一方で先進のこの運転支援を搭載しているというのもこの車の大きな特徴ですよね。これをこういうパフォーマンスレベルでこういう運転支援の搭載を実現している車って他にそうはないですよね。いわゆるスーパースポーツの皆さんはこれは実現できていないと思いますので、まさにこれ BMW ならではというかね、はい、そういう気がしますね。はい、今ね渋滞中、今アシステッドドライビングプラス入れていいよということなので、つまりね、まあ、条件整ったということなんでハンズオフになってます。はい、このように今ステアリング握らないで走行、渋滞中の走行をしています。こういうのがついてるというのはかなり強いですよね。他のスーパースポーツにはなかなかないできないゲート、さすが BMW というか、まあ、そういう感じがこういうところで発揮されるわけですね。気がかりがあるとすれば、この AT ね、サーキット走行でどこまで対応してくれるかなという感じですかね。実はこの間 M440iX ドライブクーペでまさにねちょっと別の雑誌の取材でサーキットしらりと走ったんですけど、もうねこの寒い時期の富士スピードウェイ2周目ぐらいからエンジンだか AT だかがちょっともたつき始めてるんですよね。やっぱ熱ですかね、なんていうのを考えると、あとはね、まあ、M8 クーペコンペティションもやっぱりね、まあ、海外のサーキットでしたけど全開で攻めてると割と早めに AT がやっぱちょっとヒート気味になっちゃうっていうのがあったんですよね。だそこが気になってます。これがね本当、まあ、もちろん M440i に比べたら熱対策とかねしてると思うんですけどね、はい、それがどこまでのもんかはちょっとまた今後試してみたい。でそしてできればマニュアルも試してみたいですよね。
高トルク対応のマニュアルってフィーリング作るの難しいんで、どんだけのものができてるのかなと思うんですけど、もちろんマニュアル派なんでね、そこは気になるなというところです。はい、そんなわけでそろそろ結論に行きたいんですけども、個人的にはね、久しぶりにグッときた M4、M3 かなというのが正直な印象です。僕は E46、M3 が大好きだったんですよね。あの筋肉質な凝縮された感じ、あの振り絞るようなエンジンパワーとかね。まあその後の2世代はそれに比べるとちょっとやっぱりそのね、凝縮感というかこうテンションがね、ちょっと下がったというとあれですけど、緩んだというほどでもないんだけど、なんかちょっと物足りなさを、個人的には感じてたんですね。皆さんお好きな方もいらっしゃると思うんですけど、で車として良かったと思うんですけどね。でもなんかこうヒリヒリしたいなという、それに対してこの新しい G82 はなんかね、そのテンションが返ってきた気がします。もうこのボディの本当に筋肉質なアスリートみたいな、このねマッチョ感というかマッスル感ですね、とかこのエンジンの繊細だけど迫力ある感じとかね、はい、そこにね、なんか久しぶりにこういうのが M だよなと、そういうのがね味わえてる、そんな気がしてます。M というとそのまあね、繊細なコントロール性だったり、そういうスポーツ性のサーキットとかでね、心ゆくまでいけるスポーツ性能を日常性と両立するっていうのがありましたよね。でこの車はまさに走りの面でもその、さっきもね直六らしさというかストレート6の繊細さも戻ってきてるなと、単なるパワーがドーンじゃなくて、気持ちよいドライビングができる、それこそこうやって流してるだけでも、そういう特性、ね、と、日常仕様、リアシート広い、トランク広い、さらにね、さっきお話ししたハンズオフドライブまでこれできるんですよね。その極だから、その両極にものすごい攻めた、車が出来上がったなと。でそれっていうのはやっぱり、言ってみれば乗用車をベースにする M モデルだからこそできる世界でもありますよね。ミッドシップカーではこれ無理ですからね。だからそういう意味で言うと、M4 ならではのこう個性、M ならではのかもしれませんね、個性というか、長所というかやるべきことというか、そういうものがめちゃめちゃしっかりと盛り込まれたモデルだと、これが M だぞというのをすごくねアピールしてる、そんな気がしますね。というわけで、私大変気に入りました。正直最近の M モデルの傾向とかからするとそんなにピンとこないのではなかろうかという思いもあったんですけど、いやいや、こんないい車が出てきたことには驚きましたし感動しました。そうだな、でも悩むのはマニュアルか2ペダルかですけど、この M のね、さっき言ったような特性をフルに、つまりハンズオフまでできるよっていうデイリーユースまで考えると、意外と2ペダルがありなのかな、で左っていうのはどうですかね。そんなわけでね、ものすごく自分の中で盛り上がってきちゃったこの新しい G82 型 BMW M4 クーペコンペティション、今回は慣らし運転兼ねてということだったんで、そんなにね、もちろんフルポテンシャルを発揮できたわけじゃないんですけど、その慣らしが済んだ、後にはね、そういう、サーキットなり、そういう叱るべき場所でそういうことを試せる、機会がね訪れるのをね、すごく切望してます。その時にはもちろんねライドナウでお伝えしたいと思いますので、僕も期待してますけど、皆さんもぜひね期待して待ってていただければなと思います。